こんにちは。テンバアカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出で稼ぐ秘訣ですね。まあ、具体例はまた細かく質問していただいて、まあ教えていきますけど、まあ、ざっくり、興味を持っている商材を選ぶのが大切。これが大原則としてありますね。前回本を書かせていただいた趣味力でがっちり儲ける個人輸入入門。まあそちらにも、もうそもそも趣味力と書いてある時点でね、もう趣味で稼ぎましょうと言ってるわけですし、今回の作品も、まず身の回りの不要品を売りましょうと。ね、身の回りの不要品っていうのは、欲しいから買って不要品になってるわけですから、まあ興味のあるものが、持ち物にはあなたの興味が反映されてる、はずです。まあそういうものをね、売って稼ぐと。興味のあるものだから、どれが儲かるか見つけていく。で、もしも興味があるもんなくても、興味を持てるもんじゃないと、やっぱり稼ぎにくいと。今までね、探しててこれ、本当に儲かるもん見つかるんでしょうかと。つまんないですと。違いがわかりませんと。ね。だけど、お金になるなら頑張りますけどって言ってた方で、やっぱり儲かった試しがないです。まあ、興味が持てない商材では儲からない。これなんでかな、やる気のないのかな、私の教え方が悪いのかなといろいろ思ってたんですけど、もうどうやら人間の構造的にですね、興味がないものは存在してないのと一緒と、興味がもないものは存在してないのも一緒ですから、いくらやっても見つかりませんっていうのはその通りですね。あるのに全然見つからないと。ね、まんだらけ言っても全部同じに見えちゃう。その中に儲かる商品があると思ってないから、同じ人がね、儲かると思っている人が見つけると、どんどん見つかるのに、興味がなくて儲かる商品なんてないんじゃないかなと思っている人が見ると、全く見つからないということがあります。まあ、これを、まあ、心理学とかね、人間のその本質とか、まあ、性能というかね、特性から言うと、興味があると物は見える。まあ、よく言われるのが、赤いものを探してくださいと言われて、初めて赤いものがあったと気づくとかね。時計は毎日見てるのに、何回も何回も見てるのに、じゃ時計の絵を描いてくださいと、いきなり言われると絵が描けないとかね。自分が欲しいなと思った車は街中でいっぱい走ってるのが見えてくるとか。あるいはね、妊娠すると妊婦が多いことに気づくとか。まあ、そういう話ですね。興味があると物が見えてきます。それと思い込みがあると物は見えないと。ね。さっきと逆ですね。お金なんてね、一万円札が落ちてるとか、財布が落ちてるとか、そんなうまいことないよと思ってる方には、落ちてるお財布とかお金が見えないと。これはもう本当に不思議なことなんですけど、実際落ちてても気づかないです。私はね、一緒に歩いてる人が何十万か入った財布を拾ってる現場に遭遇したことあるんですけど、その人は言ってました。いつもね、お金が落ちてないかなって下見て歩いてますと。そんなの落ちてんのって言ったら、いや、探すと落ちてるもんですよって言ってましたね。まあ確かにね、30万入った財布を拾った人が言うと説得力ありますよね。財布は落ちてます。で、落ちてると思わない人には落ちてても気づかないと。そんなもんあるって思わなければ気づかないってことですね。で、人は自分に必要なことだけ選んでみている。人は本当に必要なことを見てないことも多いと。これまた人間の特性で、またさらに言うと、人は自分に何が必要か分かってないことが多いと。ね。稼ぐために何が必要か分かってない人が本当大部分です。そういう方にどうやれば稼ぐ商品が見つかるか教えていくわけなんですけど、その大前提としてね、興味があるものを、選ぶっていうのが大切です。これ、興味全然なくても儲かりますって言ってる人いますけど、その場合は逆ですね。逆というかアプローチが、順序が違って、興味があるものじゃなくてね、お金を稼ぐってことにすごい興味と自信がある人は、はっきり言って何を扱っても稼げます。ただ、ほとんどの場合はね、そうではなくて、まず興味があるものを見つけて、儲けてからお金を稼ぐ自信がついていくって順序になってくるんで、まずは興味があるものを選ぶっていうのが、遠回りなようで大前提なんでですね、いろいろ見て興味があるもの、興味を持てるものをまず探す。それを重点的に、天板アカデミーで教えてます。そんなわけで、ちょうどね、そういう話を書いた、発見力というテーマの本を読んだんで、このね、4つ。興味があると物は見える。思い込みがあると物は見えない。人は自分に必要なことだけ選んでみている。
人は本当に必要なことを満たないことも多いと。この4つのことが書いてあったんでですね。なるほど。もうね、なぜ興味がないものを選ぶ人が稼ぐの苦労してるのか、はじめ全然稼げないのかよく分かったんで、まずはじめにそのお話をしておきます。興味がある商材を選ぶのが大切です。以上、天文アカデミー、堀秀夫でした。